斜めから人の顔を描くことを題材にして、デッサンが常に終わりを意識しているものであること、もっと極端に言えば終わりを出発点にして考えていく技術であることをお話ししてみたいと思います。まずざっと人の顔を描いてみます。時折手が左の方に触れていくと思うんですけれども、これが終わりを意識しているということです。終わりというのは消失点のことですね。消えて失われる点と書きます。で、例えば人の顔で言うと、眉毛とか目とか口は正面から見れば平行線なんですけれども、斜めから見た時には遠くに行くに従って小さくなっていきます。で、最終的にまあ消えて、本当に消えてなくなるわけではないんですけれども、一番遠いところを消失点と設定するわけです。で、そこを出発点に近くなればなるほど大きくなってくる。そのことを逆説的に書いているのがデッサンというわけです。で、実際にはまあ点打ってないんですけれども、頭の中でこの辺りに点があるなというふうにイメージしています。で、そこから、三角形を描いているわけですね。近くになるほど大きくなってくる。で、三角形に対して平行に交わる線というのはそれぞれを同じ比率で分割します。ちょっと数学の証明みたいですけれども、デッサンがやってることっていうのは実はそういうことなんですね。で、消失点、つまり終わりは英語で言うとエンドです。で、エンドにはもう一つ目的という意味があるんですけれども、消失点、一番遠い点というのはつまり目的地のことなんですね。で、そこへ向かって一番近いところから旅をしていく。1日目はこれぐらい歩いて、最終的にこれぐらい歩くかなみたいな、つまり出発点からそのまま追っていくのがいわゆるクロッキー的な考え方です。近いものを描いて向こうにこれぐらいの、まあ、同じものがあるかなみたいな。で、それに対してデッサンは出発点と目的地をいきなり結びます。で、そこから分割して、例えば1日目にはこれぐらい、2日目にはこれぐらい進むっていうことを計画するわけです。で、荷物がこれぐらい減ってるなみたいなことを書いてると、そんなのが実はデッサンなんですね。